レミード・グールモンの小説、仮面の書の第2巻内に収録されたフェリス・バロトンによるエルネスト・エローの肖像画。エルネスト・エローは、フランスの作家、文学評論家で、キリスト教語評論者である。ブルター・ニュロリアンで生まれ、ケロマンにて死す。神秘主義の作家で、当時の文学界とはほとんど接触を持たなかった。彼は、生涯を、執筆活動に捧げた。 1857年11月12日、彼は同じく小説家で、ジャン・ランデルの筆名で活動していたゾエ・ベルティエと結婚する。彼女は単なる妻としてだけではなく、主要な協力者となる。結婚後、彼らは、ロリアン近郊のケロマンの屋敷で過ごした。ライサマリタンによれば、レオン・ブロワの回収は、エローの多大な影響によるという。ジョルジュ・ベルナノスの 田舎司祭の日記とポール・クローデルの聖書釈技の中に、エローの影響が明確に見て取れる。ラインラントの神秘主義者たちをフランスに紹介した役所のほか、エローの主張としては、人間、聖人たちの横顔、神の言葉がある。人間の死後出版版では、当時のカトリック神との心情を害する、可能性のあるいくつかの文章が削除された。 しかもこれらの削除については言及されていない。この版は1872年の、ヴィクトル・パルメ出版による初版に依拠している。エローが影響を受けた主要な転居は、ジョゼフ・ドメエストルであった。エルネスト・エローは、ジョリー・スカルル・ユイスマンスの小説、カナタにおいて、以下のように言及されている。今世紀における真の心理学者は彼らの、スタンダールではなく、記載であるゆえに、 全く成功と縁のなかったエローである。レオン・ブロワは1889年にエローに関する重要な研究である破門された者たちの三の体を書き、それはアルベール・サビーヌによって出版された。ブロワは1905年にストックによって出版された猛牛使いと豚飼いの中にこの研究を再録した。エローに関して1894年に書かれた 未観光の文章がそれに続いている。この未観光論文はエローの死後10年を経て書かれたものだった。ブロワは以下のように書いた。私は孤独なパスカル以外にこの型破りの小説家に匹敵する人物をほとんど知らない。すなわち彼らは何よりもまず詩人であり、読者の驚きは彼らの思想より彼らの個性によって引き起こされるのである。 ライズ・マリタイン、レグランデス・アミタ、パリ、デシリ・デブローウェル、コル、リブレ・デビ、1966、P182。ありがとうございます。